アーロン・リチャード・アシュモアはカナダの俳優である。テレビドラマ、ヤング・スーパーマンのジミーオール戦役で知られる。俳優のショーン・アシュモアは双子の弟。ブリティッシュ・コロンビア州リッチモンドで生まれ、10歳の時に家族でアルバータ州エドモントンに移ると、双子の弟のショーンと共にスカウトされてテレビコマーシャルの仕事をするようになり、その後、家族で オンタリオ州ブランプトンに移ると、そこで高校に通いながら、コマーシャルの仕事も続け、高校卒業後に俳優として、本格的に活動を始める。ショーンとは、双子役で共演することもあるが、俳優としてそれぞれ個別に活動している。なお、ショーンの出世作ともなった、テレビシリーズ、アナモフスでは1998年に、ショーンの代役を務めたことがある。また、 アーロンが一人に役の双子役で主演した2004年の映画マイ・ブラザーズ・キーパーではショーンが双子の代役を務めている。本人曰くショーンはナイスガイ役が多いが自分自身はいじめっ子役が多いとのこと。主にテレビドラマを中心に活動しており映画の出演作品は多くなく日本で劇場を公開された映画は少ない。 2014年に結婚したゾーイケイトとの間に2016年に娘が生まれている。ありがとうございます。